日短いドライブコースで国際フォーラムです。もともと東京都庁があった場所です。現在の新宿副都心に都庁が置かれるまではこちらに都庁がありました。たくさんのビルが両側にご覧いただけますが、千代田区丸の内を出発してまいります。大企業の本社や支社、銀行などが集まるビジネスの中心地です。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも550年の歴史を秘め、静かな佇まいを見せております。その先は皇居前広場に出てまいりますが、ビル街の丸の内と緑の皇居との間にあり、新しいもの古いものとが見事に調和しています。両側には皇居の石垣とお堀とがご覧いただけます。その先両側をご覧いただきますと、たくさんの松の木がご覧いただけます。この辺りが皇居前広場と申します。そして正面に白壁の櫓が見えてまいりました。京都の伏見城から移されました伏見櫓と申します。手前に2本の橋がありますが、皇居二重橋です。2つ橋が架けられておりますが、手前の橋が石の橋と書いて正門石橋、奥の黒い鉄の橋が正門鉄橋です。昔は奥の鉄の橋が二重橋の奥の白壁の櫓が伏見櫓です。二重橋から奥、左奥の木立の中に新宮殿がありますので、皇室の方のお出ましなどはこちらで行われます。まもなく左に皇居の一般出入り口、坂下の皇居へのお参りに参ります。おそらく到着する頃にはこの辺りも規制などが行われているのではないかなと思います。普段は車両も通ることができませんので、これから行っている予定です。この左の櫓が桜の二重櫓だと申しました。まもなく左に江戸城の正門だった大手門が見えてまいります。江戸城の正門だった大手門を左にご覧いただきながら見てまいります。無事が江戸城に移住する際にはこの大手門を使っておりました。この石垣とお堀とがご覧いただけますが、江戸城のお城を作る中で最も重要な地方の山から運ばれているものが多いようですが、一番遠い石は熊本の藩主加藤清正公が運びました肥後石といった石などがあります。その他御影石などありますが、そうした石は目立つところに置かれています。銅像がありますが、奈良時代の政治家和気の清麿像です。この辺りが八重桜になりますので、まあ、これから開花をしていくところになります。白い花は大島桜で数少なくありますが、先ほどの大手門やこの平川門、もう一つ北船橋門といった門がありまして、この門の中から中の東病院に入ることがと申しまして、徳川御所のお屋敷があった場所です。
しけばここから少し離れた場所にありました。この先は九段坂といった坂を登りまして靖国通りを詰めてまいります。開花になりましたけれども、開花をしましてから満開を迎えるまでが早かったような気がいたします。では正面の交差点から左へと参りまして九段坂を登ります。で左に今一度日本武道館も見えてまいりますし、千鳥ヶ淵水上公園もご覧いただけます。上空から見ますと千鳥が羽を広げているように見えることから千鳥注意。
から四つ矢につけ、この図の高さと残されております。もともとは門が設けられていたところですが、地方名や町名として武蔵を今に伝えています。左側が姫路稲荷と申します。赤坂の街の中心地で TBS でおなじみの赤坂サカスがあります。赤坂に新しい文化の花を咲かすということで赤坂サカス。左側も旧町ガーデンテラスがありますが、もともと大名屋敷のあった場所で、こちらまた桜が見てもらえたらと思います左の高台もいただきます。
少しこの辺り左側を後ろを振り返るようにご覧いただきますと、千鳥ヶ淵水上公園からご覧いただけます。今の左側が東京国立近代美術館の本景館が元となった場所で、中の展示物は2020年に石川県の金沢に出されています。右側犬門と申します。左側犬が北の丸公園が、もう一つ右に北羽橋門という門が見えてまいりますが、江戸時代は敵の侵入を防ぐために橋が跳ね上がるようになっていた門です。右の門が北羽橋門と申します。左側に国立公文書館があります。その元隣が東京国立近代美術館です。この辺りも桜がまだまだ綺麗にご覧いただけます。では竹橋に戻ってまいりました。昔は竹ではなかったな、橋が作られました橋です。正面にガラス張りの建物がありますが、こちらが毎日新聞社の建物です。こちらの中にもランステーションと言われる公共ランナー会員制ロッカーがあります。では再び右には平川門がご覧いただけます。右前方に紅白の鉄塔のついた建物がありますが、こちらが東京消防庁、東京駅より先、日本橋などで暮らす人たちは、魚や貝などを取って暮らす人たちが多かった場所です。では、再び大手町に戻ってまいりました。左側の白い建物が東京消防庁です。生物調査というのを毎年環境省によって行っていますが、今までで確認されては天気でありました。なかなかオープンバスというのもお天気に左右されてしまうバスになってしまいますので、昨日は運休をしてしまいまして雨が降りましたけれども、今日はお天気に恵まれたオープンバスになりました。でも並ぶ方々が多くなったりもしますね。入場は無料で入ることができますので、大手門だけではなく平川も北羽橋もそれぞれの門から入ることができます。ちょうど皆様見ましたね。馬車も見えましたね。右前方です。乗ってらっしゃいますか？お迎えに行くのかもしれない。左側に大きな公園が見えてまいりましたが、和田倉噴水公園と申します。今日は噴水が上がっていませんが、中に大きな噴水があります。上皇上皇后両陛下がご成功記念に作られた噴水です。この後またお時間ございましたら、ぜひ足をお踏みください。夜の時間帯も11時までそこに入ることができます。楽しんでいる方がいらっしゃいます。今正面突き当たりが東京駅丸の内駅舎です。東京駅の駅前までこれから向かっていきますので、駅の前へ。
桜だけではなく、たくさんのコースを運行しておりますので、またのご乗車もお待ちいたしております。今日は神宮外苑のイチョウ並木もお楽しみいただくコースになります。季節のコースなどもまたホームページでありがとうございました。到着をいたします。その右の建物近邸ビルですね、その6階に屋上展がありますので、お時間ございましたら足をお運びください。ではバスが完全に停車をするまでもう少々おかけのままでお待ちください。Thank you.